堺かしち空に消えた男大陸横断機の秘密、1. 熱帯の深い海を思わせるような青い空だ日本晴れもいいしかしこのカリフォルニアの空の美しさはどうだうっとりと窓から限りない空を見つめている私の耳に 声が響いた。木原三郎氏の事務所はここなんですね日本から犯罪学研究に来ていらっしゃる方なんですが流ちょうな英語が部屋の外に聞こえるアメリカらしくもない上品な発音だ廊下を掃除しているビルディングの夫人にでも訪ねているらしい私は「国の人だな」と直感した訪問者は「 北米航空輸送株式会社運航部長白坂俊次と記した名刺の持ち主そして数分の後には木原氏と彼の秘書なる私を前にして今ここに記述しつつある大陸横断機の秘密別の言葉をもってすれば空に消えた男について語りつつあったのである 運航部長白坂氏はおもむろに口を開いた事件は相当に錯綜しておりますが発端でありメインポイントと考えられるのは大陸横断機内に起こった盗難事件なのですそれが随分いろいろな方面に発展いたしまして私たちは困っております会社の方では警察当局に一通りの届け出はしていますものの信用にも関わることなので 一日も早く事件を解決し、真相を発表したい、と考えております。そうした理由で、お頼みに上がったわけなのです。木原氏はうなずいた。私にできることでしたら、及ばずながらご尽力いたしましょう。では、事件の詳細を、なるべく順序を追って、お話し願いたいと思います。木原氏の言葉に、私たちの訪問者は、 膝をすめて語り始めたのだ昨日の午前8時20分でした前夜10時30分にニューヨークを出発した大陸横断機が予定通りに私たち会社の飛行場に着陸いたしましたこの旅客機は私の係になっておりますので機影が東の空に見えたという報告を信号台から受けると直ちに飛行場に出まして 着陸を待っておりました。飛行機は予定の滑走路を走り正しい位置に止まりました私は例のごとく旅客に挨拶するため乗客昇降用のステップを持った地上勤務員と共にケビンのドアに近寄りました操縦室からは飛行士も機関士も降りてまいりましたところがスチュワーデスの手で内部から開かれるはずの扉が いいつまでで待っても開かないのです。変に思いましてふと気づきますとケビンの窓には全部カーテンが降りています中の様子を伺うかがうすべもありません扉をたたいても答えがありませんご存知のように私たち会社の旅客機にはスチュワーデスが一人ずつ乗り込んでおりまして木が着陸しますと今もお話しいたしましたように客室の扉を内部から開けることになっております それが扉をいくら叩いても返事がないのです私たちは変な予感に襲われました着せずして一同は目と目を見合わせたのです急を地上勤務員の全てに伝えて私たちは扉を外部から押し開いたのですところが3人であるべきはずの乗客が2人しか発見できずその2人と スチュワーデスの3人が全部座席に縛り付けられているのです2こう申しますと旅客室内のそういう事件が飛行士や機関士になぜ気づかれなかったのであろうと不審にお考えになるかもしれませんしかしご存知のことと思いますが私たちの会社では 夜間のの大陸横断機に限り、り1903、銃型のダグラス機を使用しております。私たちが特にあの方を指定いたしましたのは操縦席と客室とが全然離れているからでしたご記憶になりますように今までに23度も旅客機を利用したとんでもない自殺者がありましたそれは自暴自棄になった自殺決行者が その方法として旅客機を選び操縦士や機関士を射殺して乗客全部を飛行機諸友氏の同伴者にしたというような事件でしたこうした陳事を予防するために設計されたのがあの新型ダグラス機でした。しかし皮肉にもこのような目的で設計された旅客機が新しい犯罪をもたらしたわけなのです 乗務員と乗客全部が自由を束縛知られているのを見まして私たちは驚いて早速と縄を解き一同に手当を加えましたしかし何分にも数時間もの間自由を束縛されていたこととて非常に弱っており興奮していました私たちは一同を事務所に収容して手当を加え元気の回復を待って事情を正したのですところが 乗客2名と乗務員のスチュワーデスが交互に物語ったところを総合しますと旅客機がニューヨークを出発した時には私たちの事務所へも通知がありましたように乗客3人人ととススチュアーのの4でであった、いうのです。この乗客は3人とも無名の旅行者のように考えられていましたがつまり名士といった方々でないという意味なんですがその中の1人は。 宝石商人としては相当に有名なニューヨーク35番街の宝石商エドモンド商会の主人でこちらの猿富豪に売却した時価20万ドルの首飾りを届けるために横断機に乗っていられたというのですしかし宝石商店主と名乗って登場すれば身の危険も考えられますのでことさらに変名を用い旅行者を装うて乗り組んでいたところが そうした計画を見抜いた男が首飾りの摂取をもくろんで同じ旅客機に乗り組んでいたのですそれが乗客3人のうちの1人だったのです探偵は黙って時々軽くうなずいていた運航部長白坂氏は語り続けたこの宝石商エドモンド氏の後をつけていた男は飛行機がオマハを過ぎると突如 隠し持ったピストルを手に立ち上がった、というのです。どうか静かになさってください。私の命令に服従されない方は、生命に危険があるかもしれません。こんなことを言ったというのです。そして、自分は拳銃を偽したまま、木の一隅に体を寄せて、スチュワーデスにこう命じたというのです。つまり、網棚にあるスーツケースの中に、 コードが入っているそれを取り出して2人の乗客を座席に縛りつける変な結び方をするとスチュワーデスを第1番に射殺するとこう言ったというのですその男は2人の乗客が完全に自由を束縛されたと見るとスチュワーデスも同様に座席に縛りつけたのですそしてエドモンド氏の体や所持品 カバンなどを探し回って、ついに首飾りの入った小箱を奪い取りそれを持ったまま木の後部に穂を移し化粧室の中に姿を隠したというのですここまでは話が分かっておりますしただ単なる旅客機内のホールドアップに過ぎないのですところがこの犯人ですが化粧室に入ったままそれっきり消えてしまったのです つまり飛行中の旅客機から文字通りに消失してしまったとしか考えられないのです消えてしまった木原氏は小さく叫んだ膝を進めて相手の顔を凝視したええそうとしか説明されないのですと言いますのは化粧室には窓が一つもないのですそれで 飛行中または着陸の直前に飛び降りたとも考えられないのです。しかし、化粧室に入ると見せてどこかに隠れており、飛行機の着陸後に混雑に紛れて姿を隠したというようには考えられませんかいえ、そんなことは決してありえないのです。それは今もお話ししましたように、 飛行機がが着陸したたには扉が開かなかなったのです。私たちはそう聞くと驚いて駆けつけようやく外から開けたのですところがケビンに入ってスチュワーデスが私を見て最初に発したのは化粧室に拳銃を持った犯人がいますから警戒してくださいという言葉だったのです私のそばに飛行士も機関士もいましたがそう聞くと 一斉に護身の拳銃を取り出して、そりゃあいい、捕らえてやる、出てこい、抵抗すると射殺するぞ」と扉に向かって大声で叫んだものです。しかし内部からは何のモロ音も聞こえません。私たちは決心しました。手に手に拳銃を持って不意にさっと扉を開けると、犯人を押し倒すような勢いで化粧室になだれ込んだのです。 ところが中には。猫の子一匹いなかったのです。3。木原氏は訪問客の話にじっと耳を傾けていたが、この時表を挙げた。スチュワーデスと乗客2名が座席に縛られていたのですね。ところで、あの旅客機ですが、内部の構造はどうなっています。 客室は今までのものと大して変わっていまません。シートは左右両側に6個ずつありまして、全部機首の方を向いています窓も左右に6個ずつありますつまり乗客の全部が自分の座席に座ったまま下界が見えるようになっているのですこの窓は大きなものではありませんしかしガラスを開けきってしまいますと 人間一人が入れるだけの大きさはあります座席の最前部に娯楽放送受信用のラジオセットがあります現在までの旅客機内では発動機の騒音のためこうしたものを備え付けましても全然用をなしませんでしたしかしこの新造機では客室が完全に防音装置になっていますので飛行中に放送ラジオをキャッチして乗客の無料を慰めていたわけなのです こののラジオセットのすぐ前が第一客席、それから第2第3と今もお話ししましたように両側に座席が6個ずつありますその中間にはパセージがありますが飛行機内のこととてもちろん大して広くはありません男1人がまっすぐに歩くのに困難を感じないだけの広さですその通路を後ろに突き当たったところが化粧室ですが 最高部のののシーートトと化粧室の扉ままでの間は2メートル余り空いていてすここがいわば昇降場でありまして機種に向かって右側に乗客の昇降する扉があるのですつまり飛行機が地上にいる場合にはこの扉から出入りするわけなのです木原氏は顔を上げたわかりましたで乗客の2名とスチュワーデスは どの座席に縛られていました乗客の2人は最前部の左右両座席にくくりつけられていたのです直接に縛ったのは最初にもお話ししましたようにスチュワーデスですが犯人がその座席を刺したというのですそして2人の自由が完全に束縛されたと見ると次にはスチュワーデスを犯人自身が縛ったのですがこれは 左側の第二のの第席だったのですつまり全部の人たちをなるべく機首の方に化粧室から遠ざけて祝えつけたと考えられるのですでそうした仕事が終わると窓のカーテンを全部下ろしたというのですこれは飛行機が着陸してからも窓を通しては内部の様子がうかがえないためだろうと考えます。 こうした仕事が終わると自分は化粧室の扉を開けて中へ入っていったというのです事件が起こりつつある間旅客機は定期航空路に沿って平穏に飛行を続けていたのです2機の発動機はものすごい爆音を立てて全速で回転を続けていましたしかし客室は放送ラジオが楽しめるほどに完全に防音されています 自由を奪われた3人は機首に向かったままで体全体を耳にして犯人の様子に注意していたというのですところが今も申しましたように化粧室に入る音がした扉が閉じられたそしてそのまま出てこなかったというのです3人ともそれに相違ないと言っています 木原探偵は幾度も大きくうなずいたそして口を開いたしかし化粧室に入ったのはパラシュートを体につけるためで再び外に出て客席の窓から飛び出したのではありますまいか。私も最初はそう考えたのですしかし3人にけどられぬように化粧室を出て客席のそばにある窓を開けそこから飛び出す というようなことは、全然不可能ではないかと思います。それに、一歩譲りまして、何かの方法でそうしたことが可能であったとしましても、窓から飛び出したとすれば、どれかの窓が開いているはずです。しかし、窓は全部閉まっていました。先にお話ししましたように、カーテンまで全部下ろされていたのです。そうすれば、犯人は飛行機から飛び出してからカーテンを下ろし、 窓も元の通り閉めたことになります。こうしたことは無論不可能としか考えられません。木原氏はそうした答えを予期していたかのようにかすかな微笑を表に浮かべるとただちに次の質問に移った。4イントランスの扉も開けていないのですね。あれは、 乗客の手では開かななないような設備になっておりますスチュワーデスを脅迫して開かせることは考えられますがそうした行動はとっていないのですこれは残った2人の乗客がおのの証言しておりますあの犯人が化粧室に入ったまま消えてしまったということは私も信じることができませんしかし今までお話しした事実からもお分かりになりますように 犯人が飛行機から飛び出したとしましても飛び出しうる方法がありませんそれに第一犯人の体にまたは旅客機内にはパラシュートは絶対になかったと考えられるのですご存知のようにパラシュートはとても大きなもので折りたたみましても相当の傘がありますところがあの犯人は旅客機に搭乗する際にはコードを入れたスートケースのほかに 所持品は何もなかったというのですこれはニューヨークの乗客係のものも証明しておりますし記録にも残っておりますから決して間違いはありません密かに体につけていたというようなことも考えられないのですねそうしたことは絶対に考えられません旅客機の中に隠していたというようにも考えられませんかそうしたことも考えられません 乗客の方々がお乗りになる前に会社の者が内部を見回ることになっていますこれは機関お及び機体の点検に付随した航空会社の最も重要な義務でありますので報告書の記録に旅客室内部に何らの異常なしとあれば文字通りに考えていただいていいと思いますわかりましたそうしますとパラシュートとそして飛び出したと考えられる出口のないことで あの旅客機からは絶対にに飛び降りりていないななことになりますね。そうすればやはりスチュワーデスや乗客の方が主張していらっしゃる通り化粧室へ入ったまま消えてしまったと解釈するより他に方法がありませんねそうです文字通りに消えたとしか考えられないのです運航部長白坂氏は木原氏の表をじっと見守りながら同意したそして 言葉の調子を改めるとところが事件はこれだけで終わっていないのですと話を続けた瞬間木原氏の顔は幾分緊張したかに見えた私は今までお話ししたいきさつを私の事務所で聞いていたのですつまりスチュワーデスと被害者の宝石商エドモンド氏そして今ま一人の乗客の3人から 交互に聞いていてたわけなのですところが警察自動車のサイレンが聞こえてくるのです疑いもなく飛行場の中をこちらへ急行してきます私は不思議なことだと首をかしげましたそれというのもまだ事件の報告をしていなかったからです自動車のサイレンは私がそうしたことを考えている間に事務所の表に止まりました 扉をノックするのとほとんど同時にドカドカと部屋に入ってきたのは制服の警官たちでした第三者から非公式に事件の報告があった宝石商のエドモンド氏ともう一人の乗客を取り調べのために署に同行する」と簡単にこうした意味のことを言ったまま二人を自動車に乗せ再びサイレンの音とともに飛行場の彼方に消えてしまったのです。 私はその時がく然としたのですあれはギャングスターではあるまいかふとこうしたことを考えたからでしたご存じのように射肉祭の日に自動車庫の中で5人のギャングスターが制服警官たちにメシンの一斉射撃を受けて殺害された事件がありましたあれもギャングスターが制服の警官に姿をやつしての犯行だったではありませんか 私はこう気づくと、急いで警察に事の真偽を正したのです。ところが私の気友は、不幸にも的中していたのです。最近に、このカリフォルニア州でのみ、不幸のキッドナップが、多い時には一週に二、三回もあります。こうしたことを考えますと、エドモンド氏もおそらく誘拐されたのでしょう。犯人は、 旅客機内で首飾りを奪い取った人たちと同一のグループに属するものかどうかそうしたことは知るよしもありませんが身の代金を要求するための誘拐に相違ありません重なる不幸のエドモンド氏はお気の毒に違いありませんがそれよりも今一人の乗客の方こそ真に災難だと思います連れ出したもののあの方に用事のあるはずはありませんおそらく郊外のどこかで 最悪の結果になっていらっしゃるだろうと思います白坂氏は言葉を切って唇を潤した木原氏の表には異常な緊張さがうかがわれる彼は静かに口を開いた旅客機に乗り込んでいたスチュワーデスもその時あなたの事務所にいたのですねそうですでは警察官に扮した犯人たちは スチュワーデスには見向きもしなかったわけですね仰せのとおりですその娘はどうしています今日も旅客機に乗り組んでいますか木原氏のこうした質問に運行部長の白坂氏はそれがと調子を強めた実は警察へその子が呼びつけられまして尋問を受けることになっていたのです今朝10時に来るようにに、るよ ところがあの子は大変に内気な娘なんですが警察へなんか行くのは嫌ですと昨日一日中事件直後のこととてその関係もあったのでしょうが大変に興奮していたのですところが今朝になって時間になっても出勤してきませんのでアパートメントへ人をやりますと私に宛てた手紙を残したままで 失踪しているんですどんなことを書いていました簡単な手紙でしたがただ自分の不注意から会社に種々迷惑をかけてすまないとこれだけなんですしかし自分の責任とは言いますものの不可抗力な出来事ですしそれにエドモンド氏の誘拐事件なんかは本人とはもちろん何の関係もないことですから早まったことをしてくれたと心配しています 保護願いはお出ししになりましたかええ何分にも若い娘のことですから間違いがあると困ると考えまして木原氏は黙って考え込んだ5私はいつものように木原氏の傍らに座して訪問者が話し続ける要点を筆記していた二人の間に しわし沈黙が続いたと木原氏はようやく自分に返ったようにそれが事件の対応なんですね相手の顔を見たでは今のお話の部分部分について私から改めて質問いたしますからお答えくださいこう言いながら私に視線を投げた君の濃度に間違いないか調べるんだ 承知しました私は心の中で答えた最初の事件すなわち旅客機内の首飾り盗難事件とそれに付随した犯人の消失事件は作朝こちらに着陸した大陸横断機の中で起こったのですねそうです乗客は1ニューヨーク市の宝石商 エドドモンド氏。2後ほど同志所持の首飾りを強奪したそして化粧室に入ったまま消去してしまった犯人それに3あなたの事務所内でエドモンド氏と共に誘拐犯人に拉致された今一人の乗客とこの3人ですねそうですそれと乗組員乗組員というと 飛行士、機関士、機関それからスチュワーデスの3人ですねしかしあの旅客機は機関室が独立した部屋になっているそうですから操縦席の2人は事件とは関係ありますまいで飛行機がオマハを過ぎた頃乗客の1人が突然拳銃を手に立ち上がりエドモンド氏と今一人の乗客そしてスチュワーデスの3人を座席に縛りつけて エドドモンド氏所時の首飾りを奪い取り自分は化粧室に入ったというのですねそしてそのまま文字どおりに消えてしまったと考えられるそれに相違ありませんしかし人体が文字どおりに消失するとも考えられないので一応はこんなようにも疑いうるつまり乗客とスチュワーデスの目を介して化粧室を出て 客客室ののドアを開けて飛行中の旅客機から降下しかし窓ガラスは飛行機の着陸後にも完全に閉じられていたカーテンさえ下ろされている飛び出したと考えうる出口がないそれに第一犯人が旅客機内にパラシュートを持ち込んだ形跡もなく前もって機体の内部に隠していたというようなことも絶対に考えられない そうです。そうしたことは前にもお話ししましたように全く考えられませんし旅客機が着陸後にも内部を点検しましたがそのような疑念はいささかも抱けませんでしたであなた自身としては先ほどもおっしゃったように犯人は化粧室で消えてしまったとお考えになるのですねそうです非現実的ですがそうとしか考えられないのです 木原氏は言葉の調子を改めて質問を続けた旅客機の内部は着陸後にくまなく調査したが犯人はついに発見されなかったそうですでこれは前にお聞きしませんでしたがこんなことは考えられないのですか木原氏は言葉を切って相手の顔を見たつまり客室をどこからか抜け出して 機体もしくは翼のどこかに飛行中姿を隠していたそして旅客機が飛行場に着陸して滑走に移った時素早く飛び降り逃げ去ったというように考えられないのですかいいえそうしたことも考えられません。と言いますのは旅客機が飛行場に近づいて着陸姿勢をとる自分から滑走に移り停止するまでタワーの上から 絶えずワッチが木を見守っていますそれに最初にお話ししましたように私自身も飛行場に出て着陸の模様を見ていましたが何の変わったこともありませんでしたわかりました木原氏はこう言ったまましばし黙々と何事かを考え続けていたがふと思い出したようにその問題の旅客機ですがまだこちらの飛行場にありますか 誤性を強めた今夜の12時にニューヨークへ寄港することになっていますがただいまは会社の格納庫にありますでは一度内部を見せていただけませんかええー、どうぞ私はいずれそうした必要があるだろうと考えましたので旅客室の掃除をせぬようにそしてまた誰も内部へ入れぬようにと申しつけておきました結構ですですは いいいまからすぐにご案内願いたいと思います承知しました2二人は立ち上がった木原氏は私のそばにほう移すと「君は行かなくってもいいよ」とほほえんだ晴れ晴れしいほほえみだこの事件はもう解決しているそう言っているように見える1時間以内に帰ってくるが君はその間に 新聞社へ行ってきてきしい。どこの新聞社でもいい写真部へ行ってニューヨークの宝石商エドモンド氏の写真を借りてきてくれたまえ。なるべく大きく写っているのを一様だけでいいそれから帰りに警察へ回ってきてほしいエドモンド氏誘拐事件についてお聞きしたいのですと言って次のことを聞いてきてほしい1飛行場の運航事務所から誘拐されたエドモンド氏が 死体になって発見されたようなことがありませんでしたか。2. 事務所からエドモンド氏と共に連れ出された男の死体が発見されませんでしたか。3. ニューヨークのエドモンド氏の宅へ身代金要求の脅迫状が来ていませんか。もし来ていたらその文句の写しを取ってきてほしい。4. 責任を感じて失踪した 旅客機のスチュワーデスの行方が分かりましたかこれだけのことを聞いてきてほしい僕は旅客機を見せていただくとすぐに帰ってくる探偵は言葉を切って白坂氏を振り向いたではお供いたしましょう2二人の姿が事務所から消えると私も木原氏に言いつかったとおり表に出た 私が事務所に帰ると間もなく木原氏は白坂運行部長を伴って再び事務室に現れた「行ってきましたか?」木原氏は私に勢いよく呼びかけた「はいこれがエドモンド氏の写真です」私は簡単に答えて封筒に入れたままの写真を木原氏に手渡した「ありがとう」で 警察での詳細は聞いてまいりましたエドモンド氏の死体は今のところ発見されていません多分誘拐犯人の手元で保護されているだろうとのことでしたそれから飛行場の事務所からエドモンド氏と一緒に連れ出された方の死体も発見されていないそうですでエドモンド氏の宅へは脅迫状は来ていませんかいえ来ていないそうです それで、ススチュアーデスの行方はまだわからないそうです木原探偵は満足げに微笑んだうん思った通りだこう独り言すると白坂氏の方に向き直った「すべてが判明しました」探偵の思いがける言葉に私も白坂氏も思わずハッとして彼の顔を見守った。 すべてが。白坂氏は繰り返した。そうです。木原氏は初めてテーブルの上のたばこを取り上げて火をつけた。犯人はエドモンド氏ですよ。エドモンド氏白坂氏はいぶかしげに繰り返した。そうです。被害者もエドモンド氏です。ただ、 被害者ののは真実のエドドモンド氏。犯人はあなた方がそうと信じていらした偽のエドモンド氏です探偵が微笑したそして詳しくお話ししましょうと語り出した7第1に旅客機の中で 犯人がエドモンド氏の首飾りを取ると化粧室に入りそのまま消えてしまったという点ですがこここんん。なことががどう考えても起こりりるはずがありませんしかし乗客が3名であったのには疑いなくそれがこちらに着陸した時には2名しかいなかったのですから今一人の男は消えたと考えることができないにしても旅客機から飛び降りたと考えなければなりません。 しかしそうとすればどこかの窓は開けているに相違ありませんところが旅客席の窓はどれも開けた形跡がありませんこれはあなたがおっしゃったとおりですところが旅客機内のパセジすなわち6個ずつ両側に並んでいる座席の中間を通じるリノリウムの通路に 幅一寸余りの相当に重い物体を引きずった傷跡が残されています。ご記憶でしょう。これは何の傷ですとお尋ねすると、さあ何でしょうと不審そうにご覧になっていましたね。あれを何とお考えになります仰向けに倒れた人間を背後から抱きかかえて通路を引きずっていけば、床の上を擦れていく被害者の靴のかかとで、 ああした傷が残るとお考えになりませんか傷跡は座席の中央部あたりの通路から化粧室の入り口であり昇降口でもあるところまで続いていましたそしてそのまま消えていますそうするとこれはどんなことを意味するのでしょう乗客のうちの誰かが背後から頭部を殴打され人事不詳になった。 それを同じ乗客の一人が昇降口まで引きずっていき昇降口の扉を開けて投下したスチュワーデスは扉を開け残りの乗客はそうした事件を見守っていたと考えられるじゃありませんか白坂氏は木原探偵の思いがけぬ言葉にではエドモンドさんは自己防衛のために犯人を倒されたのでしょうか そうすればスチュワーデスも他の乗客もエドモンド氏のそうした自衛的な行動を是認して口をつぐんでいたと考えられますが木原探偵は微笑んだそうですそのように考えて話を進めましょうこれで飛行機から消失した男の話は解決されたわけですねで旅客機が着陸するとあなたは スチュワーデスとエドモンド氏、そして今一人の乗客をあなたの事務所に生じて、当時の模様を聞いていられた。ところがその最中に、制服の警官に姿をやすした誘拐犯人が現れ、エドモンド氏と今一人の乗客を連れ去った。しかしこれが変ですね。エドモンド氏を誘拐するのが目的であれば、他に方法があるようにお考えになりませんか。 木原探偵は白坂氏に微笑みかけた手には私が新聞社から借りてきたエドモンド氏の写真がある木原氏は封筒からそれを取り出すと「これがニューヨーク市の宝石商エドモンド氏なんですよ」と客の前に差し出した新聞社の写真班が記録のために残しているものですあなたがお会いになったエドモンド氏と 同一人物ですか白坂氏は写真を一目見ると驚いたように目を見張った違います誘拐されていった方はこんな人じゃありませんでしたそうでしょうそれで全てが明白になったじゃありませんか旅客機がニューヨークを出発した時には乗客は3名でしたこれはあなたの会社の記録どおりです この3人の乗客というのは1首飾りを携帯した本物の宝石商エドモンド氏すなわちこの写真通りの人物2エドモンド氏の首飾りを摂取する目的で同じ旅客機に搭乗していた男あなた方こちらの飛行場の方がエドモンド氏と考えていらした男そして3後ほどあなたの事務所内で 偽のエドモンド氏と共に誘拐犯人に連れ出された男すなわち二の共犯者の三人でした旅客機が小浜を過ぎると偽のエドモンド氏はこの宝石商人を倒したのです疑いもなく彼の共犯者も助力しているでしょう二人は彼が所持している首飾りを奪い取ると 被害者の体を昇降口のところまで引きずっていきましたすると待ち受けていたスチュワーデスは昇降口の扉を開けたスチュワーデスが白坂氏は叫んだあまりにも意外な言葉であるそうですスチュワーデスでなければあの扉は開かないはずです彼女は 偽のエドモンド氏が携帯しているスーツケースからコードを取り出すと彼と彼の共犯者を座席に縛りつけた自分の体も同じように座席に縛りつけたこうしたことは23度の練習で可能でしょうそうすればあのスチュワーデスも共犯者の一人でしょうか白坂氏は信じかねるように木原氏の顔を見守ったそうです 以前からの仲間でなければ買収されたのでしょう。これで、化粧室の中で消失した男の説明が完結したわけです。二人の男とスチュワーデスは、そうしたストーリーを創作したのです。旅客機が着陸すれば、こうした行動を取る、というプロットも巧みに考え、打ち合わされていたのです。旅客機が着陸した、すべてが計画の通りに運ばれた、 時間が来たすると仲間の誘拐犯人たちが制服の警官に扮してあなたの事務所に現れたのです警察の人たちが現れて正式の尋問が始まると面倒になりますそれでエドモンド氏の仮面をかむっている男と今一人の乗客に扮した仲間のものを連れ戻すために現れたのです残る共犯者はスチュワーデス一人です翌朝になれば 警察で尋問を受けでんをればなりませんスマートな彼女は「責任を感じて」と書き残して仲間の後を追ったのです不幸中の幸いはエドモンド氏のほかに真実の乗客がなかったことですもしあれば2人でも3人でも同じような方法で旅客機から荒野の永久に人も通らないようなところへ捨てられているでしょう 空に消えた男が23人もできているわけですね木原探偵は口をつぐむと満足げに微笑したカリフォルニアの空は美しいロサンゼルス行きの旅客機が快い爆音を澄み渡った青空に残したまま緑の平原の彼方に消えていった